どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙聞いてよ。どうしたんだ？昨日地元で少し有名なトンネルで変質者が出たみたいなの。なんで有名なんだ？人通りが少なくて少し気味が悪いのよ。なるほどな。トンネルってただでさえ暗くて少し不気味だもんな。そうそう。でも大きな事件にならなくてよかったぜ。実は今霊夢が話したのと同じような話で、トンネルで大きな事件になったこともあるんだ。その事件について教えてくれる？それじゃあ早速、川崎トンネル女性事件について紹介していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。この事件は2006年の9月23日の深夜0時頃に、神奈川県川崎市宮前区のトンネル内で起こった殺人事件だぜ。被害者はこのトンネルの近くに住んでいて、パティシエになるために、食品工場でアルバイトをしながら専門学校に通っていた黒沼ゆりさんだぜ。事件当時はまだ27歳という若さだったんだ。27歳ってまだまだ人生を楽しめる年よね。それなのに殺されてしまうなんて。そうだな。黒沼さんはアルバイトが終わって家に帰ってる途中に、家の近くにある梶ヶ谷トンネルを通ってたんだ。本当なら、アルバイトが終わったらトンネルを通って、家に帰るっていういつもと変わらない日になるはずだったのね。そうだぜ。だけどその日は違って、何者かに右胸とお腹を刺されてしまったんだ。その後通行人の110番通報によって病院に運ばれたものの、約2時間後に亡くなってしまったんだぜ。2箇所も刺すなんて、ちょっと待ってマリサ、何者かってどういうこと？犯人はもうわかってるのよね。もちろん、今はわかってるぜ。今はって、この事件は神奈川県警がかなり懸命に捜査していたんだけど、11年もの間未解決事件だったんだ。それで、11年の時を経て、当時39歳の鈴木陽一が殺害の容疑で逮捕されたぜ。そういうことだったのね。だけどそうなると気になってくるのは、11年もの間犯人を捕まえることができなかったのに、なんで急に捕まえることができたのかってことなのよね。まあ、そこは気になるよな。じゃあ未解決事件で終わると思われた事件の犯人がなんでわかったのか、その理由を説明するぜ。事件が起こってから約10年後の2016年の1月に、神奈川県警にある一通のハガキが届いたんだぜ。そしてこのハガキによって、未解決のまま捜査が進んでなかった事件が解決につながるんだぜ。ハガキ1枚で解決につながるなんてすごいわね。どんなハガキなの？黒沼さんの事件について話したいって内容が書いてあるものだったぜ。しかも、そのハガキの差出人がまた驚きの人物だったんだぜ。事件現場を見ていた人とかかしら？その差出人って誰だったの？この事件の犯人として捕まった鈴木本人だぜ。この時鈴木は他の事件で黒羽刑務所で服役中だったから、そこからハガキを送ってきてたんだぜ。自首をしたってことになるのね。なんで自首をしたのかも気になるところだけど、他の事件で捕まってたってどういうこと？鈴木は、黒沼さんを殺害した時から約半年後の2007年4月5日に、通り魔事件を起こしてたんだぜ。被害者は黒沼さんだけじゃなかったのね。そうだぜ。黒沼さんの時と同じ梶ヶ谷トンネル近くの路上で、当時40代だった女性に対して背中と腰の2箇所を刺して、重傷を負わせてるんだぜ。ひどいわね。その女性は、亡くなってはいないの？命は大丈夫だったぜ。だけど心身ともに深い傷を負っていることには変わりないし、その事件で鈴木は、殺人未遂罪に問われて懲役10年の判決が確定してたんだ。それで服役中だったってわけね。じゃあ、なんで急に神奈川県警にハガキを送ったの？送られてきたハガキには、話がしたいこととは別に、脳梗塞を患ったことで悔い改めたい気持ちになったから、殺人未遂事件の時に取り調べを担当していた刑事と話がしたい。って事件の全貌が書いてあったんだ。自分が病気になったからって、急に10年も前の事件のことを悔い改めたいって思うのかしら。そもそも、なんで鈴木は黒沼さんを殺したの？鈴木が黒沼さんを殺害した犯行動機は、聞くに耐えないほどのサイコパスなものだったぜ。鈴木の中で、犯行に及んだ動機は2つあったんだ。まず最初に挙げられた動機は、女性を刺したいという願望だぜ。何その願望、意味わからないわ。そりゃそうだよな。鈴木は幼い頃に女性から虐待を受けていて、それで、女性に対しての不信感がすごかったみたいなんだぜ。虐待はもちろん悪いことだけど、それだからって刺してしまったら、その人よりも悪いことをしてるし、同じような人間になっちゃうじゃない。ただ、鈴木が女性を刺したいって思ったのは、虐待を受けていたからってだけじゃなかったんだぜ。え、他にもあるの？そう、鈴木は好みの女性が死ぬ間際に見せる苦悶の表情が見たい。って思ってたんだぜ。最低だわ。もともと鈴木は、
女性の苦しむ表情とか普段と異なる顔を見るのが好きだったんだ。それで2002年頃から、売春宿で性行為をしている最中に、相手の首を絞めて失神させた上で、その売上金を盗むってことを繰り返してたみたいだぜ。余罪ありまくりじゃないの。ストレスがあった時はこうやって、性行為で性的満足を得た後に、相手を失神させる時の苦しむ表情を見て、ストレスを発散するようにしてたんだ。そんなストレスの発散方法は異常だわ。だけど、黒沼さんの時と、もう一人の被害者の時は、なんで刺すまでに至ってしまったの？それこそが、犯行動機の二つ目として挙げられてるぜ。霊夢、切り裂きジャックって名前を聞いたことはあるか？1888年にイギリスのロンドンで、中年の売春婦ばかりを狙って、5人もの尊い命を奪ったのに、未だに捕まってない連続殺人犯でしょ。もちろん知ってるけど、それがどうかしたの？鈴木は、テレビでたまたま切り裂きジャックを、紹介する番組を見て憧れを抱いたんだ。それを真似たってことが、二つ目の犯行動機だぜ。それで、異常なストレス発散方法が、通り魔殺人にエスカレートしたってこと。そんなことを考える人間がいるのね。本当にびっくりなことだけど、死ぬ時の苦しむ顔はストレスを発散する方法の最上級のものだから、切り裂きジャックのように女性を刺して苦しむ顔が見たい、って思うようになったみたいだぜ。まあ実質犯行動機は一つで、女性の苦しむ表情が見たいってだけだな。そんな醜い願望で未来を奪われるなんて、黒沼さんのご両親の気持ちは測りきれるものじゃないわね。ところで、鈴木は前から黒沼さんのことを狙っていたの？前から狙ってたわけではないぜ。鈴木は、黒沼さんを殺害する3ヶ月前の2006年6月頃から、包丁を持ちながら車やバイクで川崎市内を徘徊してたんだぜ。それって、自分好みの女性を探してたってこと？そういうことだな。徘徊しながら一人で歩いてる女性を見つけたら先回りして、包丁を持った状態で歩いて近づくっていうことを、繰り返してたんだ。その女性が好みじゃなかったってことはなかったの？あったみたいだぜ。ただ好みじゃなかったとしても、座視はしないものの、胸やお尻を触って逃走して、女性の怯えた顔を見ることでストレス発散をしてたんだぜ。そんなことされたら、誰だって怖いに決まってるじゃない。それに、好みの女性を見つけて誘うとしたけど、家に入られてしまったり、他に人がいたり、失敗に終わったことが何度もあったらしいぜ。じゃあもしかしたら、何人もの女性が命を奪われていたかもしれなかったってことね。そうだぜ。だけど9月23日は、失敗に終わらなかったんだ。黒沼さんの命が奪われた日ね。その日、鈴木は川崎市内を車で走ってた時に、鍛冶ヶ谷トンネルの近くで一人で歩く黒沼さんを見つけたんだ。トンネルの反対側に先回りして車を止めて、包丁を手にトンネルの中に歩いていったぜ。黒沼さんは、鈴木が歩いてきていることに、気づいてなかったの？運悪く携帯を操作しながらだったから、気づいてなかったんだ。そうなのね。トンネルの中を歩いている時、鈴木は黒沼さんの困惑した表情と苦悶の表情を見たいと思って、そのままお腹に包丁を刺したぜ。でも傷は胸にもあったのよね。そう、お腹に刺した弾みで黒沼さんは仰向けに倒れたから、鈴木はそのまま逃げようとしたんだ。だけど、包丁に指紋がついているからそれで捕まると思って、刺さっている包丁を取るためにまた黒沼さんに近づいたぜ。また何かされると思って怖かったでしょうね。そうだと思うぜ。実際黒沼さんは、また近づいてきた鈴木に抗おうとして、足をバタつかせた時に、鈴木の股間に当たってしまったんだ。え、もしかして胸を刺したのはそれが原因なの？ありえないけどそうなんだぜ。鈴木は股間を蹴られたことに腹が立って、お腹に刺さっていた包丁を力ずくで、無理やり引っこ抜いた後に胸に突き刺したんだ。ひどすぎるわ。それから鈴木はすぐに車で家に帰って、黒沼さんを刺した包丁を台所で洗って、鈴木しか使わない引き出しの奥に隠したんだ。それと、ありえないことはその後にもあるんだぜ。何があったの？朝方テレビを見ていた鈴木は、自分の起こした事件が報道されていたことを知るんだ。そこで、この事件は俺がやった。この事件の犯人を自分しか知らない気持ちと苦悶に歪んだ顔を忘れないって、ガッツポーズをしたんだぜ。何それ？しかも鈴木には犯行に及ぶ前から、実家に帰省していた奥さんと二人の子供がいて、その家族を迎えに行くことでいつもの日常に戻ってるんだぜ。奥さんだけじゃなくて子供までいるのに、自分の醜い気持ちを抑えられなかったのね。子供の将来のことに関しても、何にも考えていなかったのかしら。考えていたらこんなことにはなってないだろうぜ。それに、被害者は黒沼さんだけじゃないからな。そうね。結局自分の願望が抑えられなかったから、半年後にまた重傷を負わせてるんだものね。そうだな。そういえばちょっと聞きたいんだけど、3
さっきも思ったことなんだけど、自分の命の危険を感じたからって急に悔いを改めたくなるものなのかしら。鈴木本人はハガキにそう書いていたらしいけど、捜査関係者は違った印象を持ったみたいだぜ。どんな印象を持ったの？刑務所での任意聴取の時に、鈴木は出所したらまたやってしまうと思って警察に行こうとしたとか、寝ている時に枕元に黒沼さんが出てくるとか、ハガキを送ることに至った理由を話したそうなんだ。それが理由なの？そうだぜ。だから別の捜査関係者からは、黒沼さんへの謝罪というよりも、自分自身を恐怖から救うために自供したって印象を持ったって、言われてるんだぜ。私も同じことを感じたわ。本人がまた同じことをするかもしれないって言ってるなら、無期懲役でいい気がするけど、実際どんな判決になったの？鈴木は黒沼さんのお腹を刺したことに対して、殺意があったことを堅くなに認めなかったんだ。きっと、死刑になることが怖くなったんだと思うわよ。証人として裁判に出た医師が、快楽殺人者である可能性が高いって分析したこともあって、神奈川県警にハガキが届いてから約2年後の2019年12月13日に、横浜地裁は懲役28年という判決をしたぜ。懲役28年、そんな短い刑期で言い訳ないじゃない。そうだよな。この当時は、世間の声も霊夢と同じようなものだったぜ。間違った行為に対してきちんと責任を取らせることが、本当の平等なんじゃないのかって声もあったな。事件発生から約13年もの間、自分の娘を殺した犯人がわからない状態が続いて、ご両親の怒りや悲しみは、どこにもぶつけられるものじゃなかっただろうしね。そういうところも考えたら、28年っていう期間は短い気がするぜ。犯人の醜い願望のせいで、全く関係のない人の命が奪われる無差別事件ってさ、今までいっぱい起こってるじゃない。そうだな。正直こういう事件って、未来予知とかができない限り今後も防ぐことは難しいのかしらね。確かに、完璧に防ぐのは難しいのかもしれないな。警察は超能力者じゃないからな。だけど、自分の身を自分で守るために、何かしらできるかもしれないぜ。例えばどんなこと？場所によっては厳しいところもあるかもしれないけど、夜遅くで歩くときは街灯がある明るい道を通るとか、自転車を使うとか、イヤホンで音楽を聴いたり、歩きスマホをしたりしないとか、かな。そう言われてみれば、自分だけでもできることはあるかもしれないわね。この動画を見てくれてる皆も、一人で出歩くときは十分に注意してね。というわけで、今回は川崎トンネル女性事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。